東京大学東京大学の建造物、赤門東京大学の建造物では、東京大学の敷地内にある建造物について解説している。日本で初めて設立された当時としては、近代的な大学である東京大学において、明治以降の日本における教育史を象徴する数多くの建造物が、関東大震災や東京大空襲などによる被害から免れ、 残存している。そのため、重要文化財や登録有形文化財となっている建築物も多い。さらに指定までは受けていないものの建築関係者に評価の高い建物などもある。本記事では、重要文化財や登録有形文化財となっている建築物を中心に東京大学のキャンパス内に現存している。もしくはしていた建造物に関して歴史的意義などを踏まえながら、 解説を行う。安田行動本郷キャンパスには、歴史のある建物が多く、東京都の登録有形文化財第1号である安田行動をはじめ、正門、法文1号館、法文2号館、法学部3号館、法学部レッピン館、法学部1号館が登録有形文化財に登録されている。これらの建物のうち、 正門以外は内田正造の設計による建築である。これらは共通する特徴を持ったゴシック様式の建物であるため、設計者の名前をとって内田ゴシックと呼ばれている。内田ゴシックは他にも医学部に合館など、同キャンパス内に数多く存在する。門正門、辰岡門と本部棟、鉄門本部、共同利用施設第2本部棟総合図書館。 中央食堂、第二食堂広報センター体育施設法学部、法文2号館のアーケード医学部医学部1号館、医学部2号館、工学部工学部1号館、工学部1号館前の、サイやコンドル像工学部2号館、工学部3号館、工学部船舶試験水槽室文学部3号館、文学部法文1号館、法文2号館は、法学部を赤門総合研究棟は、 経済学部を参照。理学部、小芝ホールエントランス理学部科学、東館経済学部経済学研究科旨、赤門総合研究旨情報学完成門1号館101号館900番、教室21コンシーコマバーイキャンパスは、以前旧正大一高等学校があった場所である。一高時代からの建造物で現存しているのは、登録有形文化財に登録されている。 教養学部1号館のほか、正門、101号館、900番教室、駒場博物館、同窓会館の一部である。東京大空襲で消失した建物も多い。農家大学時代の建物は、戦後も一部残っていたが、それらも1971年までには取り壊され、現在は残っていない。先端科学技術研究センター13号館、駒場2キャンパスにも、 内田だご区の建物がいくつか残っている。総合研究博物館小石川文館理学系研究科付属植物園内には以下の歴史的建造物がある。国立天文台第一赤道技術。ありがとうございます。